はい、えー、こんにちは、花太郎です。今日はですね、あの、観察医朝顔ですね、シーズン2の9話まで見終わりましたんで、そちらの感想を言っていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今日お話しすることが、えっ、ー、と、こちらですねま。まずはネタバレ中ですよと。はい、そんな感じですね。で、あとは、こちらと。はい、そんな感じのお話になりますので、よろしくお願いいたしますと。 はい、でまずシーズン2の総評ですね、まあ、こちらにも書いてるんですけど、まあ、連続ドラマですね、まあ、2期連続でやるっていうことなんで、まあ、大変だなと、うん、そんな感じを感じたって感じですね。で、あのシーズン1もね、ちゃんと見てたんですけど、まあ、全体としてはその根本のんじさんって方が脚本を書かれてるんですけど、2話になってからは、やっぱね、お話を作るのが大変そうと、これがもう本当に率直な感想ですね。ですから、あのー、シーズン2の中盤,までに,あ中盤にあったの桑原さんですね、桑原さんのなんか際 額っぽいやつとかもそうですし、そうですよね。で、あのまあ、移動であったりとか。まあいろんなことがその家族の中で起きるんですけど、どうしてもなんだろうな。2になってからど事件を起こさなきゃいけないとうん。そんな感じになってると。だから、その辺が大変なところを。 にはなってるなっっててる感じですねだからシーズン1に関して言えば、まあ、完全にその、まあ、亡くなったお母さんですね亡くなったお母さんとまあ家族であとはそのまあ桑原さんともまだ家族になってない状態で出会ってこういう風になりましたっていうお話っていうす、あのー、そ,のそれこそなんか物語の軌道が意外とはっきりしてたんですけど、まあ、家族もの,になあの2になってから本当に家族に関してはまあ もう、その、なんか、問題を作るためにも、なんか、ドラマがあるから問題を作るみたいな、ちょっとそんな感じにはちょっとなってるなと、うん。ただ、まあ、大変そうだなと、本当に思ってますので、えっ、ー、とね、最後まで多分、来年もね、また見ていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたしますって感じですね。で、次が、えっ、ー、と、シーズン2ですね。後半の見どころに関しては、まあ、自分の中でも、まあ、日はスペシャルって感じで、一応2時間の枠でやってたんですけど、あの、お父さんですね、あの、 OGG の,あの役の柄本明さんですね江本明さんの死とあとはその母のところの真相なんですけどまあ普通に考えたらやっぱり大竹しのぶさんが絡んでくると、うん、で同級生ってことになってましたんでまあその最後の最後のところね本当のベタで言えばそれこそ。 お子さ,さ,さんが亡くなる時にそれこそね2人とも海に放り出されてでそこで最後手を握ってたのを話したとかね、うん、だからそこを本当に知ってるのがあの美幸さん役の大竹しのぶさんだったみたいな、うん、なんとなくそんな感じ。うん になななるるんじじゃないのかなと思ってるってて感じですねだからそこの大竹しのぶさんのところのその真相とあとはそのジいじ役の柄本明さんの詩っていうのをどうそれをどこで使ってくるかと、うん、その辺がその物語の構成としてちょっと楽しみにしてるっていう。 感じですかね。うん。だから、大竹しのぶさんも悲しみを抱えてるってことにはなるとは思うんですけどね。と、うん。そんな感じですね。じゃあ、あとね、9話、面白かったとこですね。で、こちらに関してはですね、またこのワードにちょっと書いて、あれしてるんで、あんまり長くならないように、とんと言っていきたいと思いますね。はい。で、この9話のスペシャルになってたんですけど、この9話の,あの番組タイトルがですね、女子大生殺人、連続殺人、あれあれなんかれ、連続殺人で、これ間違ってますね。 女子大使で連続殺人事件に SNS の暴走と、うん。まあ、ちょっとしたタイトルですよね、うん。まあ、こういうのちょっと煽っていかないとダメなのかな。でも、まあ、いいんですけどね。はい、そんな感じです。で、一番面白かったのはですね、あのティーパーティーですね。ティー、これちょっと地味なとこなんですけども、本当にラスト近くですね、あのティーパーティーに,に呼ばれたよと。うん、あのー 生まれたよってことになって、上野樹里さんですね。これちょっと役目じゃなくてすみません。上野さん、平岩さん、板尾さんが3人ファーッと歩いてくると、うん。それこそ7人のなんとかみたいですね。こう、3人で歩いてくるところに、なんか横っちょから白未来さんがちょこちょこっと出てきて、あれお前どっから来たんだよっていうのが1回あって、その後中尾さんがまた横から出てきてたの、うん。これが俺は面白かったと、うん。こんなこと面白いと思ってる人がいるんだっていう感じで一応紹介します。ここ面白かったと自分で天丼に弱いんです ですよね基本はね。か、う、ぶ、ん、せてくるのに <laughs> 弱いっていうのもあるんでここが一番面白かったところですって感じですね。うん、で、えー、とこれもちょっとシーズン2全体になるんですけどまあ犯人意思はあっさりと、うん、この辺はねでも朝顔流っちゃ朝顔流なんですけどこれもう一回使ってくるのかな、うん、どうなんですかね今日に関してはそれこそなんかレビューアーさんとかも2時間使ってそれはないんじゃないのって感じの感想もあったと。 うんそれは確かにそうなんだよねっていう本当にパパパッと喋って終わっちゃいましたあああれなみたいな <laughs> 感じで終わっちゃったとうんこの辺はもう逆にもう朝顔流になるのかそれか次の時にって言ってもそうするともう正月明けのね第2週とかなってくるともう忘れてそこでまたするのはちょっと難しいだろうしだからあと新週スペシャルがどっちかといえば回想っぽくなる。 階層でもないですけどねなんか別の感じにあとはもうなると思うんで、実はこんな感じで生まれたんですよみたいなの入れとこうみたいなお正月なんでっていう感じにはなってるんじゃないのかなとは思ってますって感じですね。まあ、この辺はまあやっぱ賛否分かれるところであると思うんですけどね。で、あのシーズン1に関してはその辺も分かりつつもなんとなくバランスが取れてた感じもするんですよね。だから C を扱う仕事をしてる人がその身内のね、あの、 地にどう向き合っていくかっていう、うん、そこの辺の構造がしっかりしてたんですけど、この辺はどうなるのかなと思ってますって感じですね。で、あとはこれですね。えっ、ー、と、この辺から、なんてくるのかな。死者から託された,た命は分かるけどと、うん。で、まあ、やめ方ですね。あの、もうこれネタバレになってるけど、茶子先生らしいと。であの、世界広いと。うん、その辺は、 ちょっっとと深いい感じでっていうのとあのチャコ先生のキャラですねキャラとしてあっち行ったりこっち行ったりしててまああのー、それこそチャコ先生ぐらいの年齢でもっといろんな世界を見たいんだと、うん、それはなんとなくね自分としても分かると、うん、まあみんなね世界世界って言っても自分の周りの世界しか知らないけどなんかそれを見てみたいんだっていうのを気持ちは分かるとうん何かうまい感じでまとめたなとこれは思いましたって感じですねうん そんな感じです。で、次がこれですね。これが電話を受ける。これもうラストのラストですね。音がバーンと消えて、あの、時藤三郎さんがいるシーンですね。<laughs> 消えて、また海の音が入ってくると。だこれがね、あの、シナリオの今、勉強中なんですけど、これがシャレードなのかなと、ちょっと思ったって感じ。まあ、もしよかったら、シナリオシャレードで調べたら、多分出てくると思うんでね。そういう、まあ、シナリオの技術を使ってるのかなと思いましたって感じ。間違ってるかもしれませんって感じですね。で、あとは、まあ、じゃあ、さとこ、これで認知症かと。うん、そんな感じになってきたと。うん、これもどうかわかんないんですけどね。うん、そうですよね。でも、まあ、これで、 どうなんだ視聴率を取れてるのかちょっとあんまり見てないんですよねこれに関してはねうんそんな感じですだからこれに関してもレビューアーさんとかいやそこまで言ったらちょっと重くなっちゃうよっていう感じの方もいましたけどそれまだわかんないですからねそんな感じだからどういう風にお話を作っていくのかなっていううんだからこの朝顔に関して言えば あのー、シナリオ勉強中の身として興味深く見てる作品って感じですねはいそんな感じですそうですよねうんだからこれこっちにもぜあと全然書いてないんですけど結果的にはもし視聴率がこれちゃんと取れてるとしたらあのつぐみちゃんですよね<笑><笑>もうあの子供が見たいとうんあの子あの可愛らしい子を見たいってそこで引っ張れてるのかもしれないですねだからもう つぐみちゃん様,様ですよねうんそう思った子役ってやっぱでかいのかもしれないですね。でも自分もおじいちゃんおばあちゃんになったらもうつぐみさん出てきたらもうそれで見てるもんね。それだけのために1時間を費やして。 しまうとうんだから、それプラスね。お話の部分もちゃんと閉まってきたらなんかいいのかなと。その辺を期待してます。って感じですね。はい、本当可愛らしいですもんね。だから今日のやつとかも運動会のシーン行ったかな？とかね。そういうところはあるんですよね。確かに可愛らしいけどみたいな。うん。そうですよね。あれだけで別にその運動会がなんかになったわけでもないしっていうね。うん。 この辺はまあいろいろ考えながら作られてるんだなと思いました。で、こっから先ですね、もうちょっと9分話してるんであれなんですけど、今ね、この SNS に関してですね、この辺がちょっと。 自分の中では興味深かったとこですね。だからこれ多分見ながらメモ取りながら書いてたんで、もうそのままの流れで書いてるんですけど、まあ SNS の加害者、被害者でまあそれもよくある話っちゃよくある話ですけど、こっから先どういう切り口をそのテレビの側、テレビの側としてですね、していくかっていうのは、結構、いわゆる庶民っていうね、うん、庶民の側とそのテレビを作ってる側との見えてる世界、 がなんか違ってくるんだろうしその辺をどうやっていくのかっていうのはこれからの、まあ、テレビドラマの楽しみかもしれないですねだからうーんそれはちょっと思ってるって感じですねだからこれで見てたなんかやっぱテレビはこっちが思うより疲弊してるのかもとうんそんな感じだから内情はよくね制作費が少なくなったとかまあいろんなことがねあるとは思うんですけど やっぱりちょっと疲れも見えてきてるのかなと、うん、というのはなんとなくこっちが感じてるって感じですね。で、ここから先に関しては結構自分の妄想が多いんで、うん、まあ適当に聞き流してください。で、そんな感じですね。で、そういう意味ではまあ芸能人こそ割に合わないような気がすると。だから一応加害者被害者ではなってるけど、自分がふわっと浮かべたのは、その今、 芸能人なんかまあやっぱ叩かれやすいっていうこともないけどねあることないことなんか叩かれてっていうことがあってまあそれを気に病んでる人とかもいるとは思うんでどっちかってもそっちの方でちょっと妄想してたって感じですかねうんで加害者被害者の話で言えば確かに加害者は悪いっちゃ悪いんですけどでそれに対して誰だっけ内田さんですかあれ内田さんだったかなちょっと役目忘れちゃったんですけど望月さんですね ちょっと一応見とくか。あこれに載ってないな。載ってないからいいや。えー、すみません。えっ、ー、と、出てきたんですけど、うーん、あの書き方でちょっといいのかどうなのか、本当で言えば望月さんの顔、もうちょっと厚めに、あのー、してあげた方が、がもうちょっと伝わりやすかったような気もするし、それこそなんか、あのー、乃木晶子さんが得意なやつですよね。<laughs> そうそうそう。 ちょっと複雑にしてどっちがいい悪いじゃなくてこういう人がいましたこういう人がいましたどう思いますかっていう提示の仕方うん、まあ、基本的にはそうはなってるんですけどねがもうちょっと分かりやすかったかなとは思ってますって感じですねうん、だから自分が思ったのは芸能人には人権がないのかに取られがちなのが難しいかなと思ってたけど意外と見てた人の感想を聞いてたらそういう感想を持ってる人ってあんまりなかったんですよね だから、うーん、なんかそれは不思議だなと思いました。だからそういう意味では、その後,後の方にも、なんか正義感、正義感っていうのも出てきますけど、なんだろうな、視聴者とか見てる側とか、その一般の人の心ない言葉になんか傷つくと、うん、そう思えば、なんだろうな、 いくら文句を言ってる人も、文句を言ってる人にも正義があるし、あとはまあここまでやりすぎやりすぎないっていう問題にね、今日のドラマにし,してみれば、それは誰が見ても悪いことなんだけど、そうじゃないグレーゾーンの方が逆に問題じゃないかなと思ってるって感じですね。だから自分にしても、これ一応 YouTube って SNS でバーッと発信してるんですけども、いいのか悪いのかって言ったら結構グレーですもんね。うん だと思いますそれで傷ついてる人もいるしっていうのは、それはなんかやっぱ考えながらやっぱやっていかないといけないなと思ってるって感じですね。ただまあそのまた雑線しますけど、例えばツイッターとかに関しては、やっぱりね、ネガティブなことを書くのってやっぱきついんですよね。じゃあでも褒めてばっかりいたらいいのかって言っても、それもそれでちょっと違うような気もするし、うーん、まあだからこれは難しいですね。これちょっと最後の方にまとめますね。はい、そんな感じですね。で、あとは、 そうですよね本当で言えばテレビの側でもドラマなんだからいや視聴者がバカ視聴者がバカだからねって別にテレビの人が別に言ってもいいとは思うんだよだって相手も言ってるわけだから顔も見せずに言ってるわけだから言ってもいいけどテレビとしてはちょっと言えないとだからお互い言い合い言い合いっていうかちゃんとディスカッションしていければいいんだけど立場上ディスカッションできない立場にあるとか いや、もう本当、もうテレビ、あの、もう、きついんですよ。助けてくださいって言えば、そこに攻撃する人って、まあ、いるのはいるんだろうけどっていうね、うん、何言ってるか分からないかと思うんですけど、大変だなと、時代だなとは思ってますって感じですね、作る側ですね。だから、つまらないっていう言葉も、まあ、自分もなるべく使わないようにはしてますけど、まあ、言われたらそりゃ傷つくよなと、うん。だから本当にね、自分は芸能人として見てますね。加害者、被害者に関しては別になんなんてこともないってこともないですけど、 うん、だってみんなそこまではまずやらないからね。だってリスクがあるから、うん。じゃあリスクがなかったらやるのかとかね、そっちの問題にしてもよかったのかもしれないですね。いや、それは犯罪だ、倫理的にやらないのか、もしそれがばれて、だったらリスクがやるからあるからやらないって多分あるような気もするんだよね、うん。だからもうちょっと踏み込めるような題材だったような気がしますっていう感じですね、加害者、被害者についてはですね。うん まあまあそりゃそうでしょって話になっちゃったんで、うん、そうですよねだから犯人が実際の犯人じゃなかったからそりゃあの人のやったことは叩かれるけどじゃあ実際犯人だったらどうなのかっていう話ですよね、うん、まあそれは政治家さんとかにも言えますよねどこまで言っていいのかとかねうんだから結局突き詰めれば声を上げていけないのかになってもまた面倒くさいしうん なんか個人主義で、まあ、みんなが違う意見を持ってるもんだとしてこうディスカッションしていける社会になるのかそれともやっぱりねなんとなくあうんでいやそれはやっぱりなんとなく言っちゃいけないよっていう社会とどっちを選ぶのかっていうのはそれはまあ現代に生きてる人がどっちを選ぶのかっていう。 話にはなると思いますね。あとは、全部もう SNS は全部実名でお願いしますってなったら、もうゴロっと変わりますからね。でもそれはそれでまたほら、言いたいことも言えない社会になるしっていう、<laughs> まあ難しいところだなと、うん、そういうことを考えながら見てたって感じですね。これはドラマに関してではなくて。でもう15分だな。うん、そんな感じですね。だから間違った正義問題、正義感問題。これ、うん、だからそこがさっきのところとそうですよね。うん。 まあよく考えて発言しようとまあそう言っちゃいってしまえばそれだけの話なんだけどもうちょっと膨らんだような気もするなっていう話ですねでもねやっぱテレビのの構造上やっっぱ視聴者を傷つけちゃダメだだていうのはあるんだよねうんだからそういう意味では3年 A 組はなんか「お前らだよ見ているお前らだよ」っていうのはなんかそう思えばやっぱり革新的だったのかもしれないですね。うーん 視聴者をディスるっていうねお前だよって、そこでぼーっとしてるお前だよって、うん、それはそれでありなのかもしれないですね。うん、と思いましたと、うん。これを見ては思ったって感じですね。あとは視聴者を競争すると。これはど、まあ、これもどっちも取られるという。そうですよね。うん、だから SNS を,を使ってる全,全般として考えると、まあそういうことなのかもしれない。だから相手の急所をつくために言ってるんでしょっていう。 うん、SNS の使い方ですよね、やっぱりね。うん、でも、それが人間ちゃ人間のような気もするしねって、相手の急所を救助つくよという感じもするし、いろいろ考えるところが多かったですよね。であとは 1, 人で1話で2人1試と、うん、ちょっと多いかな そんな感じですね。あとは思い入れなんかこの2冊があったから余計ちょっと今日は思ったのかな。なんかどうしてもその芸能人の方の、ね、最近ちょっと多い話題とちょっと掛け合わせて自分は見ちゃったって感じですかね。この辺はまあそうだ セリフとしてはやっぱ綺麗事っちゃ綺麗事なんだよね。だからその辺に関してはちょっと音楽を入れてたけど、この辺はちょっと、うん、さんもちょっとセリフ言いにくそうだなと自分は勝手に思ったって感じですね。ただその後、そっからですね、まあ悲しいだから悔しいなら確固たるなんとかと。で、これに関しては、まあここはねもう完全に自分の妄想なんですけど、悔しさですよね。なんか人から、人に何かを分かってもらえない悔しさとか、なんだろうな、うーん。 っていうのはやっぱり演者としてはやっぱり表現しやすいところだと思います。うん。それは誰でも悔しい思いをした人、ことを、悔しい思いをしたことない人っていないからね。うん。そんな感じでなんとなく思ったって感じ。だからその辺はやっぱうまかったなっていう感じですよね。だからやっぱりその死の問題をドラマで扱うとき、演者の立場で言えば、自分のやっぱり身近にあった死,死っていう、その死生観っていうのが出てくる。 っていうところですよね。うん、だから勝手に、それこそ演者さんで言えば。うん 一番身近にあった死が誰なのかっていう話ですけどね。うんそこはやっぱり、なんとなく共通認識としてあるなんかにはなっ,たそうなった場面じゃないのかなと思ったって感じですね。これはまあ誰が悪いっていうわけじゃなくてですよ。うん、そんな感じですと。うん、で、まあ、最終的には立花さんはまあ私たちと同じ、いくつも同じ被害者なんだよと。うん そうですだから全体としてはこうまとめとしては,、まあ、レ,ビューはレビューはお金もらってないからできてるのかもっていうのとあとはやっぱ芸能人っていうもの自体がちょっと割の合わない仕事にはなってきてるよなとうんだからその「はそれはそうですよね」っていう変に見てる人が多すぎるからうん。 それはそうだなぁと思ってリスクが高いよなぁとうん。あとは他のテレビとかでも言ってたけど、そのなんかドラマに関してですね、あの別の誰か、y o u さんじゃない岡田、岡田敏夫さんかな、岡田敏夫さんが言ってたけど、今の事態、その演者さんに何が起こるかわからない時点で、もうん、その、 人実際の,人を,の人を使ってものを作るってリスクがあるよなっていう話をしてて自分もあそりゃなるほどなと思ったらいきなりおねおられになったりとかすることもあるしまあ病気もあるしねうんそうですよねそうなってくるとまあでも大変だからこそまあ頑張って面白いものを作ってほしいなと思って。 ますすって感じですね、うん、あとこのレビューを買ってもらってらないからはまあほんとそんな感じですよねだからお金をもらってたらこれ全然多分ね自分の話すことも多少変わってくるとは思うんだよねでお金をもらってないからお金をもらってないからまあ文句を言ってもまあ別にあれだしまあ強いて言えばお金払ってないっていうのはあるんだけどお金を払ってないでドラマを見て文句を言ったりあ面白かったというのは面白かったっていう言えるとうん。 そうで,すよね、でも個人的には面白かったところ面白かったって言いたいがためにやってるっていうのもあるからねうんそれぐらいは作ってる人に伝わるようにってこともないけど一応見ましたよと。 うん、だから友達がねドラマ出たら見たよって言われたら演者さん嬉しいじゃないですか演者さんとか、まあ、作った方は、うん、見に来てくれるっていうのがその舞台とか何でも一番嬉しいことなんでまずは見ようと。<laughs> でその上で面白いっていうこともあるし面白くないっていうこともあるかもしれないけど気にせず頑張ってくださいっていうのが <laughs> 自分としてのメッセージですということでねあのちょっと長くなりましたが、えー、と来年も楽しみにしましょうということで花太郎でした失礼します。